レジナルド・ウィリアムズ・ジュニアは、ドイツ連邦共和国ラインラントプファルツ州、ラントシュトゥール出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは、ワイドレシーバー。ドイツで生まれた、彼は、幼年期に、アメリカ合衆国のワシントン州に移住。同州の高校で彼は3年時にチームを、州のチャンピオンシップに導く活躍を見せて、AP 通信により、 ワシントン州の最優秀選手に選ばれた。ワシントン大学に進学し3年間で238回のキャッチ3536ヤードを獲得、大学歴代2位の22タッチダウンを挙げた。2004年の NFL ドラフト一巡全体9位で、ジャクソンビル・ジャガーズに指名されて入団した。ワイドレシーバーとしてはその年、ラリー・フィッツ・ジェラルド、 ロイ・ウィリアムズに次いで3番目の指名であった。1年目の2004年は、期待を裏切った。2年目の2005年は、シーズン前半は好調であったが、脳震盪の影響もあり後半失速した。2006年1月、マリファナの所持で逮捕され、起訴された。この年の開幕から6試合目までは、リーグのトップレシーバーたちに並ぶ活躍を見せていたが、 エース QB のバイロン・レフトウィッチが足首を負傷し、シーズン絶望となり、デビット・ギャラードが先発 QB になってからは、彼の勢いは止まった。2007年の第9週、ニューオーリンズ戦では6回のキャッチで128ヤード、1トッチダウンを上げた。第16週のオークランドレーダース戦で、チーム記録となるシーズン10個目の TD レシーブを上げた。それまでのチーム記録は、 ジミー・スミスが持っていた。この年38回のキャッチで629ヤードを獲得10タッチダウンを挙げた。2008年トレーニングキャンプで古傷の右膝を痛め手術を行うこととなった。2009年2月飲酒運転とマリーファナの所持で逮捕された。また4月5日にコカインを所持していたことにより再び逮捕された。この年フリーエージェントとなった。 彼は、ジャガーズの構想からは、外れており、またどのチームとも契約を結ばなかった。5月に2年間の保護観察が言い渡された。高校時代に指導を受けたこともある、ピート・キャロルヘッドコーチのシアトル・シー・ホークスと2010年4月16日に契約を結んだが、6月18日に解雇された。2011年7月7日、デニス・グリーンがヘッドコーチを務めるユフルの サクラメントマウンテンライオンズと契約を結んだ。9月17日のラスベガスロコモティブズ戦でデビューし、第3級に TD レシーブを上げた。10月4日にチームから解雇された。2013年5月29日、カナディアンフットボールリーグのトロントアルゴノーツと契約を結んだ。プレシーズンゲームで4回のレシーブ、42ヤード、1TD を上げた。 6月22日にチームから解雇された。ありがとうございます。